今回のプランクの危機は一味違います。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、たったの6回で腹筋全体にしっかり効くプランクというのを紹介します。通常のプランクが、だいたい10秒、20秒、楽にできてしまうっていう場合の人はですね、今回みたいなプランクをしてもらえたらと思います。まずやり方を説明します。まずプランクをしっかり効かすコツとしては、腰が反れないように腰を丸めることです。腰を丸めることでお腹が締まった状態でキープしますんで、より効きます。で、今回はですね、動的プランクというのをしてもらったらと思います。やってみます。まず足を横に持ってきます。横に持ってきたら、その足を腰を少し浮かしながら真下に持ってきます。で、これをまた外に持ってきます。真下に持ってきて、外に持ってた時にちょっと腰をグッと下にグッと下ろします。低くします。で、また中に入れたらグッと体を下ろします。というのを左右3回ずつ行います。で、この効くポイントなんですけども、足を前に持ってくることで腹部に負荷がね、加わります。そして足を中に入れることで腰が丸まってお腹が締まりますんで、よりね、腹筋に力がかかった状態で腹筋をしもっと締めるということになりますんで、より効くことができます。これを左右3回ずつ一緒にやっていきましょう。では行きます。1 2 3、反対いきます。1 2 3。はい、お疲れでした。たったの3回ずつしかやってないんですけども、結構きついと思います。もしできる人はですね、各10回ずつ計20回とかやってもらったらいいんですけども、もちろんね、腹筋っていうのはお腹を割りたい人はですね、もっとがっつりやってもいいんですけども、ただ腹筋に少し力を入れて引き締めたいっていう人はですね、やりすぎちゃうとお腹ボーンと出ますから、適度に力を加えるぐらいがいいので、まあ、今回はたったの6回という風にさせてもらってます。もちろん楽な人はね、まあ、5回ずつ、10回ずつ、しっかりやってもらってもいいんですけども、数をすればね、いいってもんではなく、一日の中で適度に力を加えるっていうことで、割と筋肉っていうのはね、維持されやすいので、今回みたいにね、普通のプランクに慣れてる人はですね、こういった動くプランクをしてもらいたいと思います。足をしっかり持ち上げることで、腹部に負荷がいって、外から内側に足を持ってくることでですね、外腹斜筋、内腹斜筋、腹直筋というふうに、外から内に腹筋使いますんで、結構ね、腹筋全体本当に効きます。しっかりお腹を引っ込めてね、腰を丸めてやってもらえたらと思います。頑張った方はですね、グッドボタンやコメントお待ちしておりますんで、今回もご視聴ありがとうございました。